応援してます、応援してます、頑張ってください、頑張ろう、いや私は今日は割とのんびりと過ごしたかなって感じですかね。レオくんさん、かわいい、ありがとうございます。ちょっと下側なんですよね今日、エレンだけ弾きました、一応みたいな、一応弾きましたけどみたいな感じですかね。とニコラスさん、ハート100個ありがとうございます。さん、今日はどんな一日でしたか？なんか印象に残ったことありましたか？今日は。この前さつまいもと食べた。え、めっちゃいいやん。めっちゃいいやん。羨ましい。私も食べたいです。まだ食べてないねんな。こんばんは、はじめまして。牛タン食べた、うんうん、いいですね、なんか食べた系が多いですね。どんな一日でしたかね。ナイル悟り変わって運動量増えたんじゃない。いや、そりゃそうやろ、曲増えたんだからそりゃそうやろ、運動量減ったらおかしいやん。そりゃそうですわ。皆さんのご飯の報告が相次ぎますね。うん。うんうんうん。いいやん。美味しいものいっぱい食べてな。元気にな。過ごす方がいいね、絶対。美味しいもの食べるんやで、みんな。すくすく育つんやで。うん、いいですね。みんな今日お仕事とか学校とかだったのかな。お疲れ様です。なんかさ、毎日朝早く起きてるとさ、朝早く起きなくてもいい日に朝早く起きちゃわん。なんか体が勘違いして、あれめっちゃすごい損した気分になるよな。今日起きなくてもよかったのにって思うやん。なんか私なるんやけど、結構すごい損した気分になってめっちゃショック。今帰りでまだご飯食べてないのよ。あー、お疲れ様です。美味しいご飯食べれますように。もうお腹減るな。やって今もう10時半くらいやろ。お腹減るよな、そんな。いやー、早く美味しいご飯が食べれますように願っておきますね。じゃあもうご飯を食べまして、配信を終えたらお風呂に入って今日は早寝したいなという気持ちでございます。毎日早寝が目標本当は日付変わる前に寝たいね。でも絶対無理やんない、いつも日付変わって寝てる。しょうがないなって。なんか夜の方がやりたいことって多くない？朝よりも。なんか夜の方が動画とか見たくなっちゃうし、あれしたいこれしたい、あれ食べたいこれ食べたいとかも夜の方が多いし、なんかやることも夜の方が多いし、夜の方がなんか早く寝るのに向いてないねんな。
キャットさん、だるま100個ありがとうございます。孔明さん、ハートありがとうございます。毎日思って、そう、毎日マジで思ってるけど無理なんだよね。猫キャットさんもハート100個ありがとうございます。ライフハートもありがとうございます。そうなんよ、絶対無理やんね。でも毎日本当に今日こそ早寝しようと思って、なんかお風呂早めに入ってみたりとかするけど、結局ね、なんかいろいろしとったら夜遅くなっとるって感じ。そうだよね、なんでなんやろ、嫌よな、嫌よな。でいつもさ、睡眠時間短くなって夕方眠くなって昼寝しちゃうやん。したらまたやることが全部夜にずれるから夜遅くなっちゃうのよ。悪循環なんだよね。だから絶対一回頑張って早寝して、そこからね、生活リズムを無理やり前にずらし込んだ方がいいって分かってるんだけど、難しくてできんのよ。それは全然できんのよね。伊藤ごまさん、あら、ありがとうございます。リップが可愛すぎ。リップですか。リップはこれな、告白ピンク、可愛いな。二度寝したいために15分おきに目覚ましかけてる先輩と、いや、わかるわ、いいよな。私も本当に起きなきゃいけない時間の15分くらい前からアラームかける。で、二度寝しても大丈夫っていう風にしてますね。でも結局私は結構ギリギリに起きちゃいますね。この時間までに起きないとやばいって時間に起きることの方が多いわ。よくないよな。でもいつもそうなっちゃう、結局本当に。でもさ、朝さ、めっちゃ遅く起きたらさ、自宅バタバタするからさ、早く起きたいねんな。でも眠いからっつって、どんどん何回も何回も、あと5分あと5分ってなっちゃう。なんでなんやろね。私はいつだって二度寝したいもんですね。うん、なんか二度寝とかの方がなんかいい睡眠を取れてる気がしちゃう、勝手に。一瞬やもんね。でもさ、時々さ、夢とかも見ないでさ、目閉じた瞬間にアラーム鳴る時あるやん、寝てて。例えば12時くらい寝たのに目閉じて、その瞬間にアラーム鳴って起きたら6時とか。そんな感じでさ、一瞬でさ、朝になっちゃった時すごい損した気分になる。寝てないんですけどみたいな、まだ全然寝てないんですがって思っちゃう。悲しいよな。そういう時はなんか疲れてたんかなって思う。あんま寝だきしないんだよね。なんか寝たんか寝てないんかよくわからんみたいな感じのまま起きてるから、すっごい損した気持ちになるけど、うん、感じですかね。めっちゃ嫌ですね。普通にもっと寝かしてくれって思ってます。いつも寝たい。毎日15時間くらい寝たい。そう、毎日15時間、うん、せめて半日寝かしてほしい。夜の12時になったら12時まで寝たい。お昼の夜の3時になったらお昼の3時まで寝たい。それくらいがいい。くるみが8時間くらいが本当はいいんだよって教えてくれました。でも無理だよねって話した2人で。ニコラさん、いいね、ありがとうございます。特に学生さんとかは無理やんの。仕事定期的な毎日この時間っていう風に決まってる人は無理そう。でもほんまに2桁寝たいな。10時間寝たい、毎日できるなら。望み、それが私の。でもさ、10時間寝ちゃったら1日14時間しかないやん。なんか結構、そしたら結構忙しいよな。でご飯とかでさ、だいたい
まあ、各食事1時間としたら3時間やろ、もうあと11時間しかないやん。お風呂とかしたら1時間やん、まあ、私の場合はね。だし、まあ、スキンケアとかうんぬんかんぬんしたら2時間くらいかかる、1日合わせたら。そしたらもうさ、1、2、3、4、5、6、6時間なくなってるから、全部で8時間少ないね、10時間少なみたいな。そしてやっぱ寝てられんのよね、そんなにいっぱい。悲しいんだが、はあ、困ったな。でも逆に8時間は何しとんのやろって思う、休みの日とか。不思議、いつの間にか終わっとるのに。マジでずっとスマホ見てるんだろうな。だしスマホのさ、スクリーンタイム1日何時間見てますよみたいなやつめっちゃ多いんですよ。本当にずっとねスマホ触ってるんやと思う、私って。今日は超少ないけど、今日は3時間しか触ってない。昨日は6時間22分長くない？やばいわ。昨日70回も持ち上げてます、スマホ。やばいね、こんなんダメやで、やばい。ちょっと前のお休みの日、何した日なのかな、この日、お休みの日かな、10時間も触っとる、やばくない？10時間もスマホ触っとる。うわー、ダメな人になってしまった。ダメな女だ、こんなのは。しまった、ダメだこりゃ。やばい、よくないよな、こんなん。いつ寝てるんみたいな。10時間ってやばいんだけど。この日はうわー嘘ー、やばいんだけど。ちょっと待ってね、私の睡眠時間を測るアプリで睡眠時間を見てみようと思います。4時間寝とる。だから10時間しかスマホ触ってない時間ないねんけど、起きててやばくない？ゆかりんさんハートありがとうございます。まさみやさんもハートありがとうございます。やばくない？24時間中4時間寝とって、4時間しか寝てないんだ逆に4時間寝とって10時間スマホ触ってる。そんなんダメだよね、ダメだわこんなんじゃ。うわー、反省反省反省、これはひどい、やなこれやばいね、ダメだねこんなんじゃ。本当に気をつけます、閉じますスマホ。あ、84日だ、84ってこっちだからこっちか、4、84日です、4、84です。ありがとうございます。ネコキャットさん拍手ありがとうございます。パチ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 もありがとうございます。ネコキャットさんライフハートありがとうございます。ニコラスさんも拍手ありがとうございます。竹庵さん尊いありがとうございます。伊藤駒さん拍手ありがとうございます。ありがとうございます。その日は自主練に行ってました。自主練にも行って、何しとった他の時間いや僕の自主練して4時間寝て10時間スマホいじって、自主練もそんなさ1時間とか2時間とかやないやん。したらほんまに何してたんやろってくらい、結構逆に何しとったんかな逆にね、何してたんかなって思っちゃう。不思議、やばいね、気をつけます。6時間までに抑えたいな、スマホのスクリーンタイム。
1日休みで全く外出なかった日のスクリーンタイム16時間があった。やば、私もさめっちゃやばいスクリーンタイムあるかな。楽しいんやけどめっちゃ見んの反省。うん、あ、でも9時間とか11時間とかあるんだけど、マジでやばい。本当に反省してほしいんだが、もう遡れへんのか。やばいね。あと歩数とか見んのも好き。あさみやさん花束ありがとうございますせーの、8歩の人かんねんけどせーの、本当に言ってんの、マジでやば。やばい、信じたくないわ。こんな8歩やってやばくない？ 8 歩よひどい。これは すごくダメだ8歩はやばない。すごい、19,961 歩歩いた次の日の歩数481歩。多分スマホ持ってなくて動いたんかな。多分家出てなかった日なんやろね。84歩とかある、やばいんだけど。12歩とか8歩またある、やばい。39歩とかもある。これダメだわ。え、やばい、1週間連続で2桁しか歩いてない日あんねんけどやばくない？マジ反省してほしい。これはでもめっちゃ歩いてる日って超歩いてんだよね。12000歩とか。うわー、なんだこれは。すごい、全然歩いてない月がある。あ、私がまだ HKT 入る前の夏休みとかやばいわすごーい。え、でも2万2000歩とか歩いてる日もある。遊びに行ってたのかな。すごいね、よくないわやば、みんなお声伸びてみてください。楽しいよ、睡眠時間とかね。睡眠時間バラバラなんやけど、いつもバラバラ。あ、この週は結構安定していい時間に寝てる気がする。何この日、すっごい寝てんだけど。うん、なんか、あ、結構落ち着いてる時とバラバラの時の差が激しいですわ、ね、こうちゃんとさ睡眠とかも同じ時期にな、時間に寝てたらいいよな。その方がさ、なんか睡眠時間が短くても睡眠のリズムサイクルが合ってれば体に良さそうやけどね。その前に残ってるの、残っとったよ。コキャットさんバラありがとうございます。歩数一桁の日あるけど何したか思い出せないね。マジで記憶残んないから何もしなかったなと思う、絶対何もしなかったんだよ絶対に。本当に36歩あった、私もそんぐらいあった。でも多分もうちょっと歩いてると思う、いくらなんでも。スマホ持って歩いた距離だからさ、あくまでも。だからお家の中でお茶飲んだりとか、ご飯食べたりとか、ご飯食べに行ったりとか、本取りに行ったりとか、そういうことしてるときは入んないと思う。多分リビングに行ってみたいな感じなのかな。リビング行って帰ってきただけで8歩絶対歩くな、もっと。まあまあ完璧はないけどね。あるよな、そういう日ってやめてください、ちゃんともっと歩いてください。
省反省ちゃんとね歩きましょう、みんなも歩きましょう。私一時期1日1万歩をイメージ目標にしてたんですけど、そんな無理ってことが分かりました。だって8歩とかさ、22歩とか102歩とかの日とかさ、毎日1万歩は無理だねそれは無理だ、諦めてください諦めよう。6000歩とか、あ、結構それくらいじゃない、ちょうどいいの。6000、7000とか5000とか、ここら辺四捨五入したら1万になればいいってことにしておきます自分にめっちゃ甘い、無理せずに歩いていこうと思います。健康的にね、やっぱ歩くのって大事だと思うんですよね。いつかは目指せ1万歩、頑張るぞ。やばいよな、もうね、でもさすがに HKT 入ってから1週間1回も3桁いかんとかそういうのはないと思う。昔はね結構あの学校ない日は外出てなかったからやばかったけど、意外と1週間ずっと暇ってことは意外となかったりするよね。まさみやさんファイト、ありがとうございます。違いした。そうやな、そうやな、そうやな。最低9本までしかなかった。負けた。勝ったぜ。マジやばい。9本も結構やばいよ。言っちゃったけど。1日9本だからね。お互い頑張って歩いていこうな。やばいよね。どうしよう。こんなんで。私の多分最高記録は2万2000歩かな。でも昔友達に送った気がする。なんか同じ日に学校の子と、まあ、別のチームっていうの一緒には行ってなかったんだけど、たまたま同じ日にディズニー行っとって、その子に今日なんか会ったねみたいな感じの LINE した時に、私今日何歩歩いたみたいな、あ、それが2万2000歩かもしれないみたいな感じのこと送ったら負けてた。歩数2000歩くらい負けてたのかな多分で、え、めっちゃ負けてんじゃんと思って、え、私結構歩いたけどなと思って、結構納得いかんと思ってたね。そういえば勝ったって送られてきて、え、みたいな、負けてるんだかと思ってまあそれ一緒に行動してないからさあれだけど、え、でもさ、そんな2000歩も負けるかなと思って結構自信あったんよその時。だから多分ほんと2万2000と2万4000とかの差なんかな。悔しかったね、あれは。もう戦えないわ、だって8歩の女やもん私やばいわ。200歩とか多かったよ。そんな私がもう勝てると思えません。そんなダメな、アクティブな子なんだろうなきっと。悲しいですね。なんかさ、ディズニーとかって知り合いに会うとちょっと気まずくない？なんか、あ、どうもみたいな、なんか仲いい子とかやったらさ別にいいけど、でもなんやろ、あんま話したことない子とかだとちょっと気まずいよね。2020年1月11日に前人未到の4本を記録しました。やばマジ、どうしたスマホ壊れてたやばいね。よかった、私より下がいて安心安心なんだろう、何の話しとったっけ。あ、そう、ディズニーでさ、人に会ったらちょっと気まずくない？なんかさ、あ、みたいな、なんかどうしたらいいのか分かんない。一緒に行動した方がいいのか、でも別に仲良くないし相手も望んでないと思うからどうしようみたいな、困っちゃったりとかするよな。え、どうしようかな。あ、別に全然挨拶して、あ、楽しんでねみたいな感じなのか、ちょっと一緒に回った方がいいのかみたいな。でもさ、なんやろ、
仲いい子やったら別に一緒にね回ってもいいけどさ、1個か2個くらいやったら。でもさ、なんていうの、例えばまあね、カップルできてる方とかやったら、まあ、もちろん、まあ、できれば気づかんふりするやん。なんか申し訳ない、働いてもても恥ずかしいと思うねん、普通に考えてな。デートしてるところにさ友達来たら気まずいやん。だからそれは無視っていうか、こうちょっとね気づかなかったふりするけど、例えば私女の子としか言っとらないねんけど、じゃあ例えば相手が男の子たちのグループとかだとしたらめっちゃ気まずいみたいな、なんそんなえグループデートみたいに思われたらどうしようみたいなえめっちゃ気まずいってなるやん。私はそもそも友達いないから気づかないのよ相手に。でもまあ何人かで、例えば4人とかで行ったらさ、そのうち1人くらいだいたい誰かのこと知ってるからさ、あ、まるまるじゃんみたいな、あ、誰知らんぞみたいな誰か、あ、顔は知ってるみたいな感じの時とかってさ、めっちゃ気まずくてさ、でもなんかいちいち聞くのも変やん。なんか、え、このアトラクション一緒に並んでもいいみたいなこと聞かれても、え、いや、ダメって言えないしなみたいな。で、相手もなんかちょっと、え、ダメかなみたいな、え、気まずってなるやんか。だからさ、ディズニーで出会っちゃうのって結構リスキーやなって思います。気まずいよな。本当にできれば知り合いに会いたくないなって思いながら生きてます、いつも隠れてますねどっちかっつったら見つけても声かけない絶対で、あの、あ、ちょっとあっち行こうみたいな感じやった。でも昔ディズニーに遊びに行った時に、ディズニーって入り口で並ぶんですよ、開園待ちみたいな、ちょっとだけ並ぶんですけど、そこが友達と隣のグループみたいになっちゃって、なんか詰めてくださいみたいな感じになって詰めたら隣が友達だったんですよ。めっちゃ気まずくて、そんな朝一で会ったらさ、なんか気まずいじゃないですか。すごい困った思い出ね。あー、どうしようと思って、でさすがにさ気づかないのおかしいじゃないですか、隣なんで。だって隣なのに気づかないのっておかしいから、なんか、あ、ヤッホーみたいな、あ、来てるんだねみたいな、あ、今日はもうちの学校の人いるんかなみたいな、まあ、学生だったら休みの人だったら一緒だからさ、みんな会うよね。だから、あ、みんないるんかなみたいなあはははみたいな感じで気まずかったんよね。そう、はしゃいでるね、なんかこうキャーってなってる時に、あ、あ、またなんか、あ、こんにちはみたいな感じになって気まずいねんの。だからあのちょっと無視しちゃう節があります。ごめんなさいごめんなさい。でも気まずいもん嫌やもん、最低。あとどこまでお土産買えばいいのかなっていうのも悩みどこじゃないですか。友達ってどこまでお土産買えばいいんかなって思って、いつも同じ部活の子とかに買ってましたね。でもなんか毎回物をあげたら重いかなと思ってお菓子あげたりとかしてましたね。そうそう、でもなんか楽しいよな、ディズニー行って。行きたいね、もう全然行っとらん、行きたい。動画見よう、足りない要素なのかな、足りひん、見ないと、摂取しないと、くー、やだー、いいなー、行きたいなー、なんか遊びたい。この間誰かとグリーンランド行きたいねって話した。グリーンランドも行きたい、あの高いとこでくるくる回るやつ乗りたい、グリーンランドの、わかる？高い、すごい高いとこ登ってブランコみたいな、空中ブランコっていうのかな、なんか高いとこでブランコ乗るやつ、あれめっちゃ好きやった、超気持ちよかった、あれ乗りたいですね。あれも夏に行ったのかな確か、楽しかったな、めっちゃ昔やけど、もう2年くらい前かなに行ったんだけど楽しかった。そう、グリーンランドにあるよ、グリーンランドの話や
グリーンランドの乗り物の話しとんね今。グリーンランドにある高いとこに登って、なんかあのブランコみたいな乗るやつに乗りたいっていう話。あれめっちゃ好きなんですけど、1回か2回くらいしか乗らなくて、もっと乗りたいなと思ったの。だから次グリーンランド行ったらめっちゃあれ乗る予定。結構怖そうだったからさ、大丈夫かなって思ってたんだけど、もう本当に超楽しかった。あとは観覧車に乗りたい。なんか乗れなかったんでね、前回閉園時間が近くなっちゃってて、行きたいとこあったから乗れなかったから、次は観覧車も乗りたいなって思ってますね。あとは怖いジェットコースター、なんかね止まっとったんよ、休止中みたいな感じだったの、だから乗れなくて、それも乗りたいなって思っとる。ゆかりんさんハートありがとうございます。そのそういうの結構心残りがあるから、次はまた行きたいですね。あとクレープまた食べたい、美味しかった。あれなんかステーキハウスみたいなとこでご飯食べたんだけど、それもめっちゃ美味しかったし、全体的にめっちゃ楽しかったわ。なんか帰りに渡辺食べて帰った満喫しとんのよ、めちゃめちゃに楽しかったです。ほんまになんかテンションが上がりすぎちゃってすごいね、テンションを下げて帰るのが大変でした。やっぱお外でさテンションめっちゃ上がってたらやばいじゃないですか。だからあのすごい落ち着かせるの頑張りました。お店出るときにめっちゃおもろ。富士急ハイランドにも行ったことあるの？富士急はないですね、一回もない。一回ね本当に行こうと思ってて計画して、友達にも聞いたの、どうやっての行くのみたいな、バスとかで行くみたいな、何時くらいでどこから乗ったらいいんかなみたいな質問までしたんだけど、なんでだっけだな、なんかあって行けなくなっちゃったんですよね。リベンジはしたいなと思ってますよ。楽しそうやんな。でもなんか今考えたら怖そうって思ってますでも絶対楽しいと思うから、行きたい遊園地、行ったことなくて行きたい遊園地はやっぱ富士急かなって思います。あの私の推しメンが昔あのロケをされてたんですよね。だから同じところで写真を撮りたいなと思ってます同じような服着ての行きたい。ゆかりんさんハートありがとうございます。そう同じような服着て同じところで写真撮らせてもろて、よろしくお願いします。行きたいですね、絶対楽しいと思う。ニコラスさんかわいい、ありがとうございます。花屋敷に行ってみたい。花屋敷のお化け屋敷かな、怖かった思い出があります。1回か2回くらい行ったことある気がする。いいよ、なんかね花屋敷で買った手帳みたいなやつ、メモ帳すごい愛用してました。楽しかった。やっぱなんか遊園地って楽しいよな、全部全部楽しいねん結局、めちゃめちゃ。だから遊園地に行きたいな今すごく。ゆかりんさんハートたくさんありがとうございます。そう楽しい、なんかやっぱ遊びに行くのって全部楽しくない、ぶっちゃけ、まあ、どこ行っても仲いい子と遊びに行ったら楽しいみたいなとこあるよなそれハート500個ありがとうございます。ゆかりんさん、猫キャットさんもいいねありがとうございます。仲いい子と好きなとこ行って美味しいもん食べて、それだけでも幸せですよ。そんな最高じゃないですか。やりたいですね、のんびり旅行に行きたい。私あとあの温泉巡りに行きたいですね。そうだね、なんかさ
HKT とさ、この JR 九州さんがコラボしてさ、なんか女子旅みたいな動画あったじゃないですか。あれ見たんですけど、めっちゃそんなお世話なと思って、すごい旅行したくなりました。あれ見てなんかいいなと思って、九州いいなと思って、いや旅行したいなってちょっと思っちゃいましたね。あれ見るといろんなとこ行きたい、楽しそうだなって思って。まさみやさんかわいい、ありがとうございます。で、私たちが書いたなんか駅のノートみたいな、なんていうのあれ、思い出ノートみたいなやつを書いたんですけど、それ見に行きたいなと思って、ちょっと自分たちの第2弾書かせてもらって、だからなんか旅行めっちゃ行きたいと思っちゃって、行きたいなってなってます。最近はまさみやさんかわいい、ありがとうございます。わかる、それな、やっぱそうやんな、あれすごい行きたくなるよね。メンバーと旅行に行きたいっていうのは昔から思ってるんですよ私。だからいつか叶えたい夢ですね。一緒になんかどっか行ってホテル取って泊まってみたいなしたいですね。皆さんも友達と旅行とか行ったことあります？私は行ったことないんですよ。友達と旅行っていうのはマジで一回もなくて、お泊まりもないの。だからしてみたいんだよね、友達とどっかのところに泊まる、なんていうのかな、自分たちで撮ったところに泊まりたいの。そういうのしたことがないんだ。夢ですね、ささやかな夢まあなんか年齢で言ったら大学生ですから私、なんかイメージでは全然できそう、大学生って言ったらもう大人やけんね、ほぼ。だからやってみたい。なんか私の昔思い描いてた感じでは、高校の卒業旅行でお出かけってかお泊り、友達と旅行したいなと思っとったから、もうね私の中では条件をクリアしてる高校卒業したから、だから行きたいなって思ってますね。いつ行けるかな、二十歳になるまでに行きたいですとりあえず猫キャットさん、ライフハートありがとうございます。大学の友達と卒業旅行で大阪行ったな、楽しそう、楽しそうすぎ。うん、スキーやスノボであちこち行ったけど旅行ってあったっけな。え、それは旅行じゃないの、お仕事なのかな。え、旅行なのかと思ってました。そういうのも全部どうなんだろう、お仕事だったら旅行とはちょっと違うよな。私も旅行したいな、メンバーと。友達とっていうのは結構厳しそう、多分友達は学生が多いんですけど、やっぱり年齢的にね、学生さんか、まあ、働いてるかって感じだと思うんですけど、休みが合わないんですよねマジで。だからうちら割と不定期ですから、お休みがあんま休みが合わないので厳しいと思うんですよね。だからやっぱメンバーとなるかなと思うんですよ。でマジメンバーの方がね、やっぱあの夜とかちょっとこう感動というか、こう心にグッとくる時間を過ごせそうじゃないですか。やっぱりね、いろいろ睡魔前も一緒に経験してきてますからだからあのメンバーと全然いいから一緒に行きたいですね、遊びに。おーおーだって大学大学の卒業旅行で東京から福岡まで車の旅してる、すごい、車なんてすごいすごい、そんな楽しそう。遠いやろ、東京から福岡とかめっちゃおたともとりかは前日に大分遊びに行って博多入りした。いいじゃないですか、やっぱみんなはねそうやって仲間同士で行くのがいいと思います。楽しいですよね、趣味が一緒だとね、やっぱ
ドルの遠征に弟もとともに出かけていくの楽しかった。まあね、やっぱいいですよね、絶対最高じゃないですか、そんなもう完全に夜にさ、もうみんなで、まあ、分からんけど、あでもホテルの部屋って DVD とか見れんか、一緒にね、わき散らかしながら絶対楽しい、そんなめっちゃいいやんな。やっぱさ、気の合うことさ遊びに行くのって楽しいですよね。いいな、やっぱ旅行したいな、旅行欲止まらないよ旅行したすぎ、うわー憧れてしまう、そんないいな、旅行いいな、旅行したい。何回かも出てるんですよ、旅行行こうねって約束してるんだけど、やっぱ状況もあったりお休みもあったりして行けてなくて、全然いつ現実になるんやらって感じですよ、全く。まあ、嬉しいんですけどね、お休みがないのは別に全然ないわけじゃないか、旅行ができるようなお休み、まとまったお休みがないだけであって嬉しいんですけど、まあ1回くらいは行けたらいいなって思います。女性同士の旅行ってしおり作ったりしますか？したことないから分からん、友達と旅行することないねんって、だから分からんね、作るん、学校のしおりみたいな感じってことでしょ、遠足のしおりみたいな、持ち物これなんで何分にここみたいな。でも絶対そのさ計画通りならんよ、友達と行ったら、きっと私だったら作らんのやない、分かんない、こことこことここは行こうねとか言われるかもしんないけど作らないんじゃないかな、どうなんやろ、分からん。あもう40分くらいやったのかな、今日はちょっとそろそろ終わりにしようと思います。ランキング読みますよ、押せた。13位中さんさん、ありがとうございます。12位トミョさん、ありがとうございます。11位チェンさん、ありがとうございます。10位名古屋のカッパくんさん、ありがとうございます。9位がダーさん、ありがとうございます。8位がレオ熊本さん、ありがとうございます。7位がまさみやさん、ありがとうございます。6位が佐藤久夫さん、ありがとうございます。5位がニシプーさん、ありがとうございます。4位が伊藤ごまさん、ありがとうございます。3位がゆかりんさん、ありがとうございます。2位がニコラスさん、ありがとうございます。1位が猫キャットさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。パチ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 、ありがとうございました。はい、それでは皆さん配信でお会いしましょう。バイバーイ。